第一幕、プリメロの世界、グリモワル。ここがグリモワル？うわ！姉ちゃんもだけどさあ、きっとそれはこの世界の人たちの姿なのですよ。こっちで行動しやすいようにというエナクロ様の配慮ですね。そんなことまでできるの？ほんと何者だよ。まあでもこれだったら手の模様も目立たなくていいね。姉ちゃんポジティブ。まっすぐ進めばいいんだよな。ここは一本道みたいだしね。まさかこんなところで迷子には。なるわけないって。多分お、あいつもミラージュだな。あいつのガーデンジェムを手に入れてみるのです。よっしゃ、キューレイ。エナクロ様印のミラージュ図鑑に記録されるのですが。おお、そんなのまであんの？あるのです。その図鑑に記録された時に最初の一つだけそのミラージュのジェムが手に入るのです。まずはあいつを弱らせてそれを使ってみるのです。やったな。よかった。そのひなチョコボを頭にのせのせしてみるのです。こんな感じなのです。
ウッズヒルでタマがラーンに乗ってたのはそのノゼノゼって状態だったわけね。はい、なのです。こうしてるとタマはとても楽なのです。お、楽なのか。ノゼノゼしているとみんなのヒットポイントが合わさってパワーアップしているような状態になるのです。おお、まるで合体メカみたいじゃん。その上、魔法や技といったアビリティもノセノセしてる組み合わせで変化するのです。アビとかはよくわかんねえけど、合体して出す必殺技みたいなもんだな。でも敵の攻撃で崩されてバラバラ状態になってしまうこともあるので気をつけるのです。なんか言う合体が解除されちゃうってわけね。それは気をつけないとな。ただバラバラ状態ではパワーアップはなくなるですが、それぞれ個別に行動が可能なので手数が増える分回復と攻撃にコマンドを分けるとかいろいろと有利なこともあるのです。場合によっては自らバラバラになるのもありなのですよ。状況に合わせてうまく使うといいのです。ちなみにレーンとランはオービトサイズとプリメロサイズでのせのせできる組み合わせが変わるのです。自分より大きいサイズのものを上に乗せることはできないので、ミラージュを上に乗せたいときはオービトに、自分が上に乗りたいときはプリメロになるといいのです。試した方が分かりやすいのでミラージュが集まったらいろいろやってみるのですよ。あれ、行き止まり。他に道なんかなかったし、どうすんだこれ。はい、なのです。よく見るのです。この壁っぽいやつは超大ゴーレムなのです。もしかしてミラージュなの。普通のミラージュとは違うのです。世界中のいろんなところにいて欲しいものを渡すまで道を塞いでる困ったやつなのです。何を渡せばいいんだ。欲しいものがみんな違うので、まずは超大ゴーレムを調べてみるのです。超大どこにあんのそれ。さっき捕まえたヒナチョコボなら探せるかもしれないのです。まずはミラージュボード上でヒナチョコボのアビリティを解放するのです。ヒナチョコボがトコトコついてきた。あれ、な、見つけたですね。ならもう一度超大ゴーレムを調べるのです。あれ、なんか見つけたぞ。アビリティの習得以外にも姿形が変わるほどの大きな成長もあるのです。レベルを上げてどんどん解放してみるといいのですよ。冒険も戦闘も楽になっていくこと請け合いなのです。ミラージュってやっつけると消えちゃうけど、あれってどうして。ここの世界のミラージュの多くはもともとはこの世界の存在じゃないのです。なのでレーンやラーンに戦闘不能にされるとここに残ることができ。へー、あれ、こういう話前は誰に聞いたんだっけ。思い出せそうで思い出せないな。今度は何だ。ダーククレバスなのです。大抵は中にミラージュが生息していて。ミラージュ。じゃあこいつも捕まえちまおうぜ。あ、
なんか強そうじゃね。ちょっとルーン、どうするのこれ。ダーククレバスにはこんな風にとても強いミラージュが潜んでいることもあるのです。あるのですって今さら言われても。あら、もう向こうで死んだの？え？死んだ？俺が？まさか。そういえば、あのダーククレバスの中で。お、でも生きてんじゃん。それは、死が確定する前に今の戦闘をなかったことにして、ここに帰ってきたことにしたのよ。そんなことできるんですか？できるわよ。やってるのはタマだけど。はい、なのです。時をほんのちょっとだけ巻き戻して強制帰還したのです。でもタマの命を使っているので、使った後はなるべく休憩が欲しいのです。命？タマはこれでも複数の命を持ってるのです。だからそのうちの一つを見栄にして時を戻したのです。これは夢の中でリボンをつけた女の子に特別に教えてもらったのですよ。なんかよくわかんねえし、なんか怖えけど、なんかタマってすげえ。ピッヘン。あ、でも今は二人の命を守ることだけに限定されてるので、さっきみたいに戦闘で負けた時だけのことなのです。あとあと、タマのその命はここでしばらく休めば元に戻るので、亡くなる前にここに戻ってきて休憩を希望するのです。了解了解、全然 OK。たっぷり休んでくれ。はい、なのです。何にしてもありがとね、タマ。ラーンが人の話聞かないで突っ込んだのが原因だけど。あれ、誰かいる？ああ、そういえば道に迷ったってここに来た子がいたわね。話してみたら？ちょっと面白い子みたいだけど。へえ。でも外の世界からこっちって簡単には入れないはずだけど、よっぽど異界を渡るのに慣れてる子なのね。本当に小さいプリメロの人？あら、ちょっくりん。こんにちは。はい。どうも。こんにちは。ここ静かでいいところね。どなたなのです？あ、私はチョコラッテよ。ふらりとここに迷い込んじゃった迷子の乙女って感じ。はい。もともといろんなところに流れ流されちゃうのよね。はあ。あ、そうだ、いらっしゃい。ものあるわよ、ちょんちょこりん。って何してんの？しかも金もしっかりとんの？当たり前でしょ。まあまあ、私も流れ流されながらいろんなものを集めるから、ちょこっとよろしくりん。そろそろ向こうの世界に戻ろうか。自分だけ目覚めて私に声をかけないなんて、そんなひどいタマに育てた覚えはないですよ。セラフィーになんて育てられてないのです。誰？はいはい、私は可愛い風の妖精セラフィーちゃんです。得意なことは噂を集めることと、そうですね、
今は金庫番なんかもできます。はい、金庫番。そうそう、それで出てきたんですよ。ガーデンジェムもあれです。結構集まりました。まだそれほどじゃないけど。まあまあ、すぐにいっぱい集まって両手で持てないようになりますよ。確かに意外とかさばるしな。そんな時はセラフィーちゃんにお任せ。エナクロ様に作ってもらった金庫ジェムケースに大事に保管しておきますので、好きな時にガーデンジェムを交換するといいと思います。あ、でも好きな時って言ってもこの玉子と違って私はあまりここを離れないので、こことつながりが強い安全な場所でだけ対応しますので、よろしくね。お細かいところはよくわからないけど、よろしくね。あと、これ私の眷属のガーデンジェム、私と同じで超可愛いから大事に使ってよ。おこいつはこういうやつなのです。さてと、あとはあなたたちだけでもなんとかなるわね。もう行っちゃうのですか。ええ、あとはよろしくね。了解なのです。はいはい、ナインウッズヒルのマスコット妖精の役割よろしくされました。誰もよろしくしてないのに。どこに行くんですか。どこって、ここではない。どこかよ。いや、それじゃ全然わかんないですけど。それにまだいろいろ聞きたいことがあるし。ああ、自分で調べなさい。もう私に頼っちゃダメよ。頼るとか頼らないとかじゃなくて。それにね、どの世界にもルールがあるの。火が水で消せたり、光が闇を照らしたりね。いや、それ当たり前のことじゃ。そう、だから私も簡単には破れないくらい強固なものにしてあるのよ。何が？世界のルール。はあ、意味わかんないんだけど。あなたに頼ると世界のルールを破ることになるんですか？そうよ。そうよって、てかさ、そもそもあんた何者？私は神様よ。え？バイバイなのです。消えちゃった。マジ？あながち嘘とも言い切れないけど、すごくなんか中途半端というか、あんまし何もしてくれてないというか。まあ、エナクロ様はいつもあんな感じよ。で、神様ってマジなの？知らない。エナクロ様はエナクロ様よね。そうですね。そうなんだ。ラン、触っちゃダメだよ。わかってるって。でも、こんな見えてたっけ？一度戦闘したので、情報が見えるようになったのです。他にも、ライブラという魔法を使えば戦う前に調べることも可能なのです。覚えといて損はないのです。そうね。はい、覚えといて損はないのです、ダン。なんで二度も？それも名指し？